曇り。めっちゃボリューミーじゃない？ね、大好きなベーコンがあるじゃないですか。はい。いただきます。いただきます。で、いつ？行きましょう。行きましょう。お荷物だわ。なんか今日もちょっと曇りだけど、昨日より晴れてるか。ここにいてサヌエルでパンダは。この後ろに崖があってさ、風が通らない。お昼ご飯です。コーン。これね。はい。
次、先は誰？ひなちゃん先。これ辛い？これ辛いかな。どっち？ちょっと辛いかもしれない。いいね。俺緑ないわ。いますだけ。いただきまーす。アイスティーがうまい。おいしい？おいしい。辛いでもちょっと。え？ハンバーグないんですか？晴れたらすごい綺麗ここ。ね。うん。ちょっと今日は。まだ疲れが溜まってるし波もちっちゃいんでこれでサーフィンは終了します。ゆっくりします。 Day 3、 今日はこんな感じです。この間のバリで買った後ろが汚いヒラボンのワンピースです。Since I know your name, you struck me on this cloud for a joyride. Hope every kiss would be the same, and every hug would last forever with you. Today I'm in Kuramas. I'm here.なんか初日すごい雨降ってたから涼しかったんですけど、もうカンカンに暑い感じになってきて、あとクラマスすごい土じゃない砂が黒いからもう熱こもっちゃっててすごい暑いです。なんかあんまりサーフィンの映像流れてる時ってあんまり想像つかないと思うんですけど、ずっとこうやって一人で黙々とずっと2時間ぐらいいつも撮ってて、結構なんかいつも知り合いとかに撮ってる姿見ると結構シリアスってなんかシュールだねって言われるんですけど、結構もうずっと真顔でだいたい音楽聴きながら撮ってます。まだバリとかはなんか暖かいし異国感じるんで楽しいですけど、日本のシラスカとか結構多分すっごい真顔で撮ってると思います。こんな感じで海では過ごしてます。とりあえずこうやってカメラセッティングして、今回バリはワルンがあるんでそこの席を使って撮ってって感じですね。まあカメラ撮ってる奥さんとか彼女さんとかはみんなこんな感じかと思います。あとお母さんと大変ですよね、本当に。でも撮り逃してて怒られる人とかいるらしくて、まだ私怒られないんで、それは良かったです。まあ、こんな感じで今日も撮影していきます。今日は天気がいいね。何入れの？If you try, if you try.
you go. Should've just walked on by. Never even said hi. No, no. Then we would never know. 毎日朝サーフィン行った後、ルームクリーンされてるんで超気持ちよく帰ってこれます。最高やね。本当この宿本当におすすめです。皆さんいいよね、うん、日本の家でもルームクリーンしてほしいやん。掃除しろしセレブじゃないんだから。まずは動画チェックします。でいつも撮影はこの RX10-4 かな、ソニーのこのカメラ使ってるんで、結構ねレンズ一体型で軽くて遠征にはめちゃめちゃいいっすね。めちゃめちゃ綺麗に撮れるしね、うん、なんでちょっと高いんですけどね、やっぱりカメラだからいい映像を撮りたいんでこれ使ってます。ヤンパミ中です。お、これいいんじゃない。とりあえず選んで読み込みます。全部change. Oh, I don't want